車掌新旧都職旧都職者側面のカマーク奈良交通株式会社は奈良県奈良市に本社を置き奈良県を中心に路線バス観光バス事業を行うバス事業者である一般路線バスのエリアは一部京都府大阪府和歌山県にも伸びる奈良県の路線バス事業をほぼ一手に引き受ける主な子会社として NC バスなどがある 近鉄グループの一員である。1929年に1月創業の奈良自動車株式会社を中心に1943年に戦時交通統合により誕生。県内に散在するバス事業者を統合したため、設立より現在に至るまで奈良県の路線バス事業をほぼ独占しており、近畿地区のバス会社では最大手である。 旧都職時代から現都職に至るまで、ごく一部の車両を除いて、車体側面で跳ねる鹿の影絵がシンボルとなっている。近鉄バス、奈良観光バスと共に、近鉄バスホールディングスグループに属している。北部では、学園前駅や伊古駅などからの新興住宅地への通勤輸送が好調だが、近鉄軽半な線の開業により従来の路線を大幅に変更した。 一方で地形の問題から、山間部の路線を非常に多く抱え、そうした事情からも古くから飲食店経営などの副業に力を入れている。特に中南部では2004年時点で、本数均一な路線を中心に廃止、自治体への遺憾が相次いでいる。2006年10月1日、過疎路線の再編を実施、宇田市内の路線一部を、 コミバス化するなど市町村との連携をさらに強化している。また2007年から柏原市コミュニティバスが運行され奈良県内などでコミュニティバスの受託運行も行う。また定期観光バス、スクールバスや社員送迎バスなどの運転者派遣業務も行っている。奈良交通の直接のルーツとなるのは1929年に1月に 設立された奈良自動車であるが、奈良交通が営業エリアとする奈良県内における乗り合い自動車の運行は、1917年5月25日に桜井駅と宇田郡松山町を結ぶ路線として、松山自動車紹介により運行されたものに発資を発する。これは、関西本線の前身である関西鉄道の駅から山間部への路線として開通したものである。 折しも、吉野鉄道や山和鉄道、大阪電気機,機動、杉小間電鉄が次々と開業した時期であり、この後1917年10月に、秋市自動車が開業したうねび駅と柏原神宮を結ぶ路線、1919年に南和自動車により開設された五条駅と下山口を結ぶ路線など、多くの路線が同様に鉄道の主要駅から、 山間部へ向かう路線として開設された。奈良市内におけるバスの運行開始は、軍部よりも遅く、1927年に奈良市長により設立され、1928年1月1日より、奈良駅と春日大社を結ぶ路線を、定員10名の絞れ5台により運行開始したなら、市外自動車が始まりとなる。古来より奈良は観光地として栄えてきたが、 奈良市に隣接する春日奥山には1901年に周遊炭章路が開設されていた。これを奈良県が自動車の通行を可能にするために整備したが、大気はこの整備費用の大半を寄付した上で、1929年5月25日より春日奥山周遊バスの運行を開始した。これは順然たる路線バスの形態をとっており、 途中での乗降も可能であったほか、途中下車と乗り継ぎが自由に設定されていた。これが、奈良定期観光バスの始まりであるとともに、観光地周遊バスの原型であるとも言える。なお、この周遊バスは大規直営として、最初のバスであったため、後の近畿日本鉄道のバス事業、すなわち現在の近鉄バスの原点でもある。1932年には、 若草山の山頂へ路線を延伸している。この時期、奈良県内には鉄道路線が相次いで開業し路線網を構築していったが、同時にバス路線も次々と開設され、1933年に自動車交通事業法が施行された時点では28社が路線バスを運行していた。零細事業者の乱立は競合を招くことになり、1919年に 開業した南和自動車が、対象末期に経営が行き詰まり解散するなど、事業の開廃も目立った。バス事業者の統合への動きには、近畿日本鉄道の前身となる、鉄道企業も大きく関わっている。1929年には大気が、吉野鉄道を合併するのと同時に、吉野鉄道のバス事業は大気が継承することになり、大気吉野線自動車が発足した。 大気吉野線自動車は、川上線を延長した上で、上北山村の混成茶屋で、北山自動車、伊佐都乗り合い自動車と連絡して、三重県側の紀伊木本駅までを結ぶことで、この時期すでに、紀伊半島の縦断ルートを形成していたことが、特筆される。この北山自動車は1927年5月に、設立されているが、1933年には、 軍事自動車を買収して営業エリアの拡大を行い、大気吉野線自動車との競合も生まれることになる。1930年には、三宮急行電鉄が鉄道を飛ばすの一貫した輸送体系を構築するべく、松山自動車商会の路線を譲り受けた上で、室内自動車を設立した。1933年には、灰原付近で営業していた。 上田自動車を買収して産級自動車とした後、1935年に室尾自動車と合併させた。一方、1929年1月には、兵庫県の自動車会社の出資により、奈良自動車が設立され、中田富次郎らの個人営業により運行されていた、奈良駅と法隆寺を結ぶ路線を譲り受けた上で、開業した。 その後、1932年までの間に、他社の買収と合併を繰り返すことで、奈良市内と周辺部に営業エリアを拡大した。しかし、事故の保証などにより経営が悪化したため、全員株式を大規に譲渡することで大規の参加に入ることになった。その後も、他社の買収と合併を続け、1936年には、奈良市内のバスは同社に一元化された。 1937年の日中戦争勃発により、戦時体制に入るとガソリンの供給規制が行われることになったため、1938年に奈良自動車が木炭バス2台を導入、イゴバスの代用燃料化が進められる。この過程では、木炭ではなく焚き木やコーライトなどを使用する代用燃料車両も登場している。そうした中においても、 これまで同様の運行を継続する動きもあった。1938年9月に大輝は、カスガ奥山周遊バスを奈良自動車に譲渡し、1939年8月には、大輝と奈良自動車の共同出資により、大和観光自動車を設立し、1940年1月1日より、定期観光バスにコースの運行を開始した。しかし、 同年10月にはさらに燃料事情が悪化し、これらの定期観光路線バスも運休を余儀なくされた。1938年に陸上交通事業調整法が交付され、大阪市とその周辺が対象地域として指定されたことにより、政策的に事業者の統合が進められることになった。県北部の統合主体は大気傘化の奈良自動車が指定され、 1939年に月笠村の月西ウラン自動車をはじめとした3社を合併したのをはじめとして、1942年までに合計8社を合併したほか、ハイアータクシーについても統合を進めていった。一方、県南部では大気吉野線自動車をはじめとする4社が存在したが、いずれも燃料事情の悪化により、経営状況が逼迫していたことから、 奈良県の圧戦により交渉が行われ、1940年4月に、大気吉野線自動車と、軍事自動車の現物出資による吉野宇田交通が、設立された。吉野宇田交通は、三級自動車と宇田吉野自動車の、株式を譲り受けた上で、1941年に2社を、合併させることで、東和自動車を、設立。さらに1942年に、 吉野宇田交通に合併させるという方策を取った。また、吉野郡には、大峰自動車、吉野自動車などの4社が存在していたが、1938年に、普元自動車と、南は乗り合い自動車が合併して、普元南は乗り合い自動車となり、大峰自動車は、吉野自動車の、全株式を取得し参加に収めた。1942年11月には、 この吉野軍の三社の株式をすべて関西、急行鉄道が取得し、石球では、この三社の経営を吉野宇田交通に委ねた。この時点では、石球大阪瀬の境に、県北部と県南部に分けて統合し、二元化を図る予定であったが、1942年の陸運統制令に基づく運輸省通帳では、奈良県は、 全県一社に統合するという方針が示された。1942年11月の時点で、すでに、奈良県内のすべてのバス事業者が赤球の参加にあった、ことから、実質的にはグループ会社間の事務接衝のみとなり、1943年7月1日に、奈良自動車が、他の4社を合併した。同年7月23日には、 社名変更により奈良交通が発足したのである。統合により奈良交通は路線キロ合計が1000キロメートルを超える一大事業者となっていたが、戦時中には満足な営業ができる状況にはなく、終戦の1945年時点で営業していた路線キロ数は506.8キロメートルでしかなかった。また、稼働可能な車両も119台中72台しかなく、 状態も劣悪であった。こうした状況から、戦後はまず車両の復旧に尽力し、1946年6月の笠木線の再開を機に、順次休止路線の復活を進めた。この時、早期復旧が困難な路線においては、公益性の低い路線は廃止されている。その一方で、1948年には、 三重交通との相互乗り入れにより小口とキー目本を結ぶ路線の運行を開始したほか、1949年には近畿日本鉄道との相互乗り入れによる大阪阿部の橋駅行き急行バスを運行するなど、他社との相互乗り入れにより路線網を拡大した。1950年には奈良市内循環バスの運行も再開され、流線型キャブオーバーバスが投入されている。 復興が軌道に乗った1947年10月には、春日奥山周遊バスの運行を再開し、定期観光バス事業も順次復活させていった。春日奥山周遊バスは当初は、代用燃料車を使用し、運行も休日のみであったが、1948年には、天井が開閉する構造のロマンスシート車両を投入し、平日にも運行されるようになった。 また、1950年には、奈良市内名所をめぐり定期観光バスを新設した。一方、1949年には、貸し切りバス事業も開始した。当初は、外国人観光客や、連合軍関係者のみが対象であったが、1951年には、営業範囲の制限が解除され、学校の修学旅行や一般団体も対象となった。 すでにこの時期にオフシーズン対策として初詣、海水浴やスキーなどの会員制ツアーバス企画を打ち出していることは特筆される。1953年には事業区域は奈良県内全体に拡大され、1960年には大阪営業所を設置し、大阪府内にも貸切事業を拡大、1961年には 京都府にも営業所を設置した。1961年には、すべての車両が、大型ディーゼルバスとなった。この年、奈良市内に均一地帯性運賃を導入するとともに、市内定期券の設定などで、利便性の向上を図った。折しも、奈良ドリームランドの開園により、利用者が急増している。すでに、奈良交通では1954年に、奈良から下市。 上司に向けた急行バスを運行しており、1958年には、奈良と五条を結ぶ急行バス路線が開設されていたが、同時期には、戸塚川村を経由する国道168号と169号の改修も進んでいたことから、五条と新宮を直通するバスの運行を計画した。このルートへの路線バス開設はご車競り願いとなったが、最終的には、奈良交通、 国鉄バス、熊野交通という沿線3社に免許が降りた。これを受け、1963年3月1日より、奈良大仏前と新宮駅を結ぶ特急バスの運行が開始された。また、戦前に路線が開設されていた通称、北山ルートについても、1961年に奈良大仏前と熊野市駅を結ぶ急行バスの運行を開始。 これを三重交通との協定で1963年2月28日より、新宮駅まで延長運転を行った。ここに、奈良交通は、紀伊半島縦断路線を二流と有することになった。一方、大台ヶ原ドライブウェイの完成に伴い、1961年には、上司から大台ヶ原への直通バスの運行を開始した。 この路線は1969年には学園前駅からの直通となった。この他にも1965年には五条と京都を結ぶバスの運行を、1966年には天理から上野市を結ぶ急行バスの運行を開始しているなど、この時期の奈良交通では長距離路線の開設が目立った。しかし1960年代以降、 日本全国のバスを取り巻く環境に変化が生じるようになる。それは、ベッドタウンの外援化に伴う輸送力増強と、モータリゼーションの進展に伴う自家用車の増加、それに伴う道路渋滞とかそっちのバス利用者減少である。特に、奈良交通の営業エリアにおいては、輸送力増強を要する、都市型バス路線とかそっちのバス路線、 さらには観光輸送のバス路線などが並存しており、これらの改善を並行して進める必要が生じたのである。都市部の輸送力増強とマイクロバス展開1962年には、奈良市内循環線で初めてワンマン化を導入、以後均一運賃区間の路線への展開を進めた。宅間運賃路線については、奈良と五条を結ぶ特急バスにおいて、 あらかじめ乗車券を購入する方式によるワンマン化を行ったほか、1966年には整理券方式によるワンマン化を試験的に導入、翌1967年より本格導入を開始した。1971年には広報監視カメラ付きバスを日本で初めて導入し、山間部の路線においてもワンマン化を進めた。 近鉄奈良線の通勤事情が1964年の新井駒トンネル開通や難波乗り入れで向上したことから1965年以降には学園前地区を中心に大規模なベッドタウン開発が行われた。これを受けて学園前地区の路線網は急速に拡大された。この過程で三扉車を使用し学園前駅発は5払い、学園前駅機は 先払いとすることで学園前駅での乗降をスムーズにするというワンマン方式が導入された。他の地区でもベッドタウンに輸送が増強され、これに対応するために営業所の新設も行われた。中でも1978年に開設された北山和営業所は、隣接して新井駒営業所という別の営業所を新設するという、日本では、 例が少ない同一のバス事業者による2営業所、隣接体制として特筆される。これらのベッドタウン輸送は、その後の奈良交通にとって、路線バス収入のようとなった。1973年に近鉄バス上、狛営業所管轄の京都府南部路線を、近畿日本鉄道から譲り受けし奈良営業所の所管となった。 初めてスケルトン車が導入されることになった1983年、創立40周年記念として、カラーリングを変更した。立石を前提としたに扉マイクロバスこの時期の特徴的な施策としては、マイクロバスの積極的な導入が挙げられる。奈良交通では共愛路線や不採算路線などに、積極的にマイクロバスを導入し、利便性の向上を図った。 その過程で1986年から導入が開始された立石を前提としたに、扉マイクロバスは、日本では、奈良交通が初めて導入したものである。これにより道路整備が不完全なまま団地が造成された際に、道路整備を待たずに、マイクロバスで団地路線を開設することで、団地住民のマイカーへの一層を抑えることが可能になった。この施策を、 さらに効率的に進めるべく、1988年3月には、マイクロ路線バス専門の子会社として、NC バスを設立した。過疎地の路線維持一方、過疎化とモータリゼーションにより、乗客が減少していた、山間部においては、1975年に、東吉野村でのスクールバスの運行受託を開始した、ほか、1980年には、 戸塚カ村において、村内ローカル路線の存続とスクールバスの効率化を同時に解決するため、支線をすべて戸塚カ村営バスとした上で、すべての運行業務について、奈良交通が受託するという方法を採用した。この方式は戸塚カ方式とも呼ばれ、日本のバス業界において注目を集めた。これ以後、自治体バスの運行などを積極的に受託している。 また、1984年には、杉村などで、村内路線をマイクロバスにした上で、幹線路線との乗り継ぎを行う方法を導入した。なお、1988年4月には、和歌山県大寺町の南紀開発が、バス事業を廃止したことから、奈良交通が、路線バスと貸切バス事業を継承しており、奈良交通にとっては、新たな事業展開となった。 観光輸送の強化定期観光バスにおいては、1970年以降は、観光客のニーズにも変化が生じたため、自由などを見定めたコース新設が目立つようになった。1972年に高松塚古墳の壁画が発見され注目を集めたことに対応し、1975年にアスカロ史跡巡りコースが新設されたのをはじめとして、 1982年からは季節コースの設定も行われた。さらに観光キャンペーンに合わせた特別コースも設定されるようになった。また、1979年には定期観光バス運行50周年を記念してボンネットバスを投入したほか、1985年には天井をガラス張りにした車両が奈良公園名所巡りに投入された。 1987年には定期観光バスのバスガイド制服を天平風スタイルに変更した。貸切バスについては1970年の大阪万国博覧会以降大型需要は減少したものの修学旅行などの固定的な需要があったことや大阪都市圏という需要発生源を控えていることから大きく発展することになり営業基盤も強化されていった。 高速バスへの参入1988年8月、奈良交通では高速バス事業に参入した。まず、関東バスとの共同運行による夜行高速バス、大和号を運行開始した。その後も1990年までに首都圏や四路線を新設したほか、福岡線も1990年に開設した。また、1994年には、 関西国際空港へのリムジンバスの運行にも参入し、1998年には、伊丹空港への路線も開設している。しかし路線を取り巻く環境の変化により、福岡、埼玉への路線は2000年までに休止となったほか、利用客の多い新宿線には、ダブルデッカーの投入も行われた。合理化とバリアフリー対応1992年に、カラーリングを再変更。 1990年代後半以降は、コストダウンを目的とした路線再編が行われ、路線廃止や NC バスへの移管、管理委託が進められたほか、奈良交通が運行受託する自治体バスへの転換も行われた。また営業所の統廃合も行われ、2営業所隣接体制は1998年に解消された。その一方で、 都市部の路線バスについては改善が進められ、バリアフリー対策として1994年に車椅子リフト付き車両を導入したのを皮切りに、車両の低床化も進め、1997年にはワンステップバス、1999年にはノンステップバスも導入された。2000年代以降2000年には鉄道との連絡定期券が新設されたほか、 2001年には、高齢者用定期券も新設した。また、同2001年には、奈良市が、オムニバスタウンに指定された。2006年には、近鉄京阪な線の開業により、大幅な路線再編を行った。観光客輸送についても、パークアンドライドへの取り組みを、進めているほか、2007年3月1日からは、奈良市内循環線に、 レトロ町をイメージし車体に、奈良を代表する鹿をデザインした、バンビーナを運行開始した。2007年10月1日からは、近鉄バス、奈良観光バスとともに、近畿日本鉄道が設立した、中間持ち株会社の軽販なバスホールディングスの参加に移った。エキスパート CD ロムの2006年10月版より、奈良交通。 NC バスの路線及び運賃が検索できるようになった。2011年10月27日に奈良交通のバスの座席に薬品が巻かれ乗客数人がやけどを負う事件が発生した。奈良交通では1989年10月4日から奈良交通バスカードを導入していた。これは磁気式バスカードで宅間運賃路線についても導入し、 日本におけるバスカード全体においても早期の導入例であった。なお、神奈川中央交通が前年の1988年5月9日より神奈中バスカードを導入している。バスカードが利用可能な車両には神奈川中央交通と同様に丸いバスカードのマークを車両前面に装着しており、このマークがある車両のみで利用できた。 なら交通バスカードの兼種は、通常カードは1000円、2000円、3000円の3種であった。また昼間時間帯専用のひまわりカードがあり、通常カードよりプレミア額が多く設定されていた。その他、身体障害者や児童福祉法適用者用の割引用カード、10名以上の団体で利用できる割引用カードも用意されていた。 ひまわりカードの昼間割引制度は CICA にも引き継がれている。バスカードの県面デザインは様々なものがあり、奈良交通の高速バスや深夜急行バスの車両を描いた広告デザインのカードも存在したが、県面には高速バスではバスカードを利用できません。深夜急行バスではバスカードを利用できませんと正し書きがされていた。また、 記念品の贈答用などにオリジナルバスカードを注文制作できるサービスもあり、決まったデザインの中から選んでメッセージなどを入れられるモデルデザインカード、自由に写真やイラストを入れられるフリーデザインカードが用意されていた。2006年7月31日でバスカードは利用終了となり、全営業所の路線で IC カード乗車券 CICA に一本化された。 車両のカード読み取り機は即日撤去された。2007年4月1日には、ピタパイ効果に対応した。同年6月1日より、CICA のプレミア率が改定され、普通は1割、ひまわりは2割のプレミアになった。同時に日曜と祝日は終日、ひまわりタイムとなり、割引率の高いひまわりカードが1日中、使えるようになった。 2011年7月31日、バスカードの払い戻し等の扱いを終了した。2015年度には交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応するための準備が進められ、2016年4月1日より対応を開始した。スルッと関西の磁気カード及び 3DI に、デイチケットには対応していない。現在、奈良県全域と京都、大阪、 和歌山の一部に路線を有しており、奈良県民の重要な公共交通機関となっている。かつては、奈良柏木、奈良下市、奈良北山新宮、奈良京都等の長距離路線を多く有していたが、モータリゼーションに伴う、渋滞の悪化、運賃高騰などでその多くが短縮、廃止された。現在も残る山和八木駅と塚川温泉、新宮駅間で運行されている。 ヤギシング特急バスは、総延長 166.9km、停留場数167箇所を、約6時間半かけて運行する、日本一長距離、長時間の一般路線バスであり、鉄道のない南部地区の輸送を担っている。北部では、住宅地輸送が活発であり、ターミナル駅では、通勤時間に、多数のバスが発着し、乗り換え客で、混雑するのが、 日常的な光景となっている。また、近鉄京阪な線の開業に伴い、学研なら富ヶ岡駅、学研北井駒駅、白庭大駅に乗り入れ運行を開始した。奈良山駅発着の青山奈良山線と左京奈良山線を2007年3月18日から西日本 JR バスと共同運行を開始した。2007年4月1日ダイヤ改正に伴い、 北山と営業所管轄の六条地区、県立西の京高校方面への乗り入れを開始した。また、1年間の試験運行と称して、王子、藤井線の運行も開始した。奈良市内の気につく区間や、学園前駅を発着する路線は、系統や車両によって、前乗り後折り運賃前払いと、後乗り前折り運賃後払いと乗降の扱いが異なる。また、 奈良市内等の気に逸区間を抜け、宅間制運賃エリアに入ると、距離を通算するため運賃が急に上がることがある。他社で主要駅から各住宅地に向け運転される、深夜バスの設定は、基本的に午後11時以降に、始発停留場を発車する便が多いが、奈良交通では午前0時以降となっており、午後11時台のバスは普通運賃で乗車できる。 各路線の詳細は、諸葛営業所の記事を参照のこと。かつては、小倉、福岡、徳島、千葉、町田、埼玉へ向けて運行されていたが、利用低迷により、福岡、埼玉系統は廃止、千葉系統は、東京ディズニーランド、東京ディズニー EC 経由の海品幕張駅発着となった。名阪国道経由の伊賀上野系統も撤退した。 運行当初はお茶、コーヒー、マルチステレオのサービスがあったが、いずれも廃止されている。近鉄奈良駅前にある奈良ラインハウスが奈良交通の高速バスターミナルとしての役割を果たしている。同所にはお手洗い、飲料自販機が設置されている。夜行高速バス、大和号高速バス、徳島線夜行高速バスこのほか、ウィラーグループが運行している。 高速路線の続行便を担当することもある。一部天理共通名所で配布している申込書を指定旅行代理店提出の上で、天理発着の段3割引乗車券を購入できる。ただし東京ディズニーシー、東京ディズニーランドでの乗降には割引適用はない。中高高速バスリムジンバス中高急行バス、廃止された路線なら公園や東大寺。 法隆寺などの観光スポットをめぐる定期観光バスの運行が行われている。季節運行の路線などもある。通年の主なコースは以下の通り。いずれのコースも JR 奈良駅前出発で近鉄奈良駅前経由で運行される。自治体など客先より運行業務を受託している。または自治体など客先の所有車両を運転する業務を受託している。 バスについて記す。奈良カントリークラブ送迎バスならファミリー送迎バス。導入されている車両は、日野自動車製、イすず自動車製の車両が圧倒的に多い。全体比率としては、日野車が,が多く約7割を占める。三菱不走製の車両は、近年では夜行高速バス用に導入された、ダブルデッカーの三菱エアロキングが存在した。日産ディゼル製の車両は、 観光用として RP の2000年式が1台のみ在籍していた。車体側面の鹿の影イラストは奈良交通のシンボルとも言える。導入当初アメリカ合衆国のグレーハウンド車のイメージを導入したと言われている。このように由緒あるものであるが、過去に南紀営業所に所属していた車両の中にはタイ事戦線用車として、 鹿ではなく潮吹きクジラのマークをつけたものもあった。これは、大事線自体が、奈良交通と異なった会社の引き継ぎであることが、影響したものと推察する。他のバス会社とは異なり、車両番号はない。営業エリア内に、道路条件が整った、ニュータウンを多く抱える事情などから、路線バス車両は、西日本の事業者では珍しく、乗降性へと、 勾配区間の走破性を両立したエアサス仕様で11メートル級の低床車を主体にしている。また、3、扉車も鳴らしない学園前地区の営業所に在籍する。主要、バスターミナルでは3、扉車の中央に職員を配置し運賃収支を行い乗降時間の短縮を図っている。一般路線車がスケルトン車体に変更された初期の頃は、 側面の窓がすべて固定窓となった車両が多かった。特に、奈良市内及び学園前地区では、長尺、三扉、固定窓という、奈良交通でしか見られない、仕様の車両も多く存在した。1999年10月、初のノンステップバスとして、キュービックが2台のみ導入された。また中型車よりも、キュービック LT。 エルガエルティのような9メートル大型車が多い。マイクロバス特徴的な車両として、境愛路線向け等に,に、扉式の小型バスを導入したが、これは日本では、比較的早い導入例の一つである。奈良市内でも、路線を限定して使われた。1988年には、マイクロバス専門の子会社として、NC バスが設立されている。 当初の車両は、イスズ・ジャーニー・級、Q、日野、レインボー 7M、日野、レインボー 7W が導入された。現在は、日野、リエッセ、日野、ポンチョが使用されている。奈良県は、古くから、ある建築物を大事にする地盤があり、そのため道路の改良以前に、バスの方を小さくして、運行を対応することが認識されていたと思われる。2000年代以降2007年、 市内循環、バンビーナ用のレトロ超バスとして、京浜急行バス、林道号で使用されていた車両を譲り受けした。それまでは新車を購入していたが、2008年は、近鉄バスの中古車を導入した。近鉄バスからの中古車は、紐、ブルーリボンで、側面窓の色、シートモケット、後部ナンバープレート取り付け位置等などが、奈良高通の自社発注車と異なり、 また奈良交通では、珍しいリーフサス仕様となっていることも特徴である。方向膜は、奈良交通での導入時に、LED に改造を行った。その後、2010年の平地路線と1300年再開催による、輸送力増強のため、2009年度末には、日の、ブルーリボン、イスズエルガを合わせて30台以上の新造車両が、導入されている。 さらに2010年度以降はノンステップ大型車両による新車導入を行っている。2010年以降は自社発注の既存車両の一部にも方向膜の LED 化改造を実施しており、2012年時点では方向膜装備車よりも LED 装備車の方が多くなっている。2017年4月、関西文化学術研究都市での渋滞緩和対策として、 連接バスを導入した。エンジンとフレームは、スウェーデンのスカニア製で車体で、オーストラリアのボルグ連製。夜行高速バス車両は、導入当初は、スーパーハイデッカーであったが、座席配列が2列から1列となっていた。その後、奈良福岡線の運行開始時に導入された、車両では一部の座席が、独立3列シートになっており、その後の車両を更新時には、 全席独立三列シート仕様で導入された。2000年代に入り2階建て車が投入される一方で、コスト削減の観点から、他の車両はハイデッカーへ変更されている。中高高速バス車両はハイデッカーで、トイレ付き、空港リムジン仕様の車両と共用する。車種は2階建て車を除き日の車である。観光バスは、事業規模が大きく車両の種類も様々である。 塗装は、日のスケルトン RS を採用した、際のデザインを、現在も使用している。車種は、日のイスズ製だが、一時期はほぼ日のに統一されていた。なお、貸し切りバス車に、搭載の TV モニターはすべてパナソニック製であった。奈良交通が、バス事業の他に、関連事業として運営している。主なものは、以下の通り。店舗などの詳細は、 公式サイトの関連事業及びグループ会社を参照。ありがとうございます。